皆さんこんにちは、ほぼ毎週のおです。突然ですが、皆さんはね、好きなアイドルいますか？僕の場合はね、ワン・イーホンという台湾の歌手が好きです。知ってるかな？まあ、知らなければ Google で検索してみてください。まあ、興味あればね。日本のアイドルといえば AKB48 ですね。 AKB といえば最近のあの事件、かわいそうですね。もちろん犯人のやつは何するんだと思ってるんですけれども、まあ、ここは中国語の動画なので、あの人を批判する動画ではないので中国語に戻りたいと思います。 AKB 今何人いるかと思いますか？僕は今調べたんですけれども、なんとね、139人いるんですよ。現時点ではね、139人。全然 AKB48 じゃないんじゃないかな。 AKB139、 ちょっと切り悪いか。でね、その5チームがあるんですが、海外にもグループあるんですよ。ですね、ジャカルタね、 JKT48、 上海 SNH48、 あと台北ですね、TPE48、 これは作るみたいですけれども、今は存在していないんですね。中国もですね、この AKB 好きな人多いんですよ。前の会社の人ね、AKB っていうか、その名古屋のね、名古屋なんだっけ、忘れた。とにかく AKB が好きで日本に来ました。今は東京のある日本学校で勉強してます。この前も会ってきましたよ、握手会でね。写真も自慢しました。 AKB はアイドルグループなんですね。まずアイドルは、アイドル中国語で何て言うかというと、偶像ですね。グループは团体。じゃあアイドルグループは偶像团体ですね。ここで一個ね、補足しないといけないのは、日本のアイドルって、芸能界の人が多いんですよね。中国の偶像はですね、もちろん芸能界の人も含まれてるんですけれども、それ以外で、例えば政治界でもね、あとスポーツ界、とにかくね、ニュアンスが違うんですよ。アイドルイコールオーシャンなんですけれども、オーシャンイコールアイドルではないです。オーシャンの範囲はね、もっと広いんですよ。オーシャンは尊敬できる人、この微妙なニュアンスをね、伝わりづらいんですよね。アイドルにあったら何を言いますか？あなたのこと好きですとか言うんかな。まあ、言うんだったらね、それ中国語で我喜欢你と言います。我喜欢你、AKB のこと好き、 AKB48 のこと好き。もう中国語で言うと、我喜欢 AKB48、 我喜欢 AKB48。 好きは喜欢ですね。好きは喜欢。もちろんアイドルじゃなくても自分が好きな人に言える言葉なんですね。告白用の言葉です。はい、実用性高いですよ。今日はですね、アイドルに関係する言葉をね、ちょっと紹介しました。それでは登録忘れずに、バイバイ。